読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の櫻井、対するスワローズの先発は右の原樹里、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の櫻井、登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは太田。第4球を投げました。打ちました。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番青木。第3球を投げました。ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました。アルボー。第5球投げた。インコース低め、空振り三振。バッターは3番山田。第4球は空振り、タイミング合いません。追い込んでから第5球投げた。チェンジアップ、空振り三振。2者連続三振になりました。最後は空振り三振で打ち取りました。ジャイアンツ、まずは無得点に抑えました。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは雄平。完全に外れた、ボール。さあ4球目打ちました。1、2塁間への当たり、田中取った。セカンドから1塁送球、アウト。左バッターボクサー5番村上。第5球投げた。ストレートはボール。第6球を投げた。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあ4球目アウトロー、空振り三振。バットが空を切りました。最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって、スワローズ無得点で終了です。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で炭谷、低めストライク。第2球危ない球。第3球を投げた、フォーク決まってストライク。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、打ったい当たりだ。ワンバウンド、ヒット。山本一気にホームへ。ジャイアンツ1点先制、1対0。炭谷タイムリーツーベースヒット。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。3回の表、2点を追いかけます。スワローズの攻撃、先頭バッターは中山。インコース低め、空振り。これで追い込みました。投げました、変化球、空振り三振。櫻井ナイスピッチング。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。キャッチャー第4球を背番号30投げました、空振り三振。4連続三振になりました。リプレイをご覧ください。バッターはピッチャー原樹里。原樹里第5球投げました、見逃し三振。先ほどのプレーです。最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わります。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは太田。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球空振りから第2球投げた、インコース低め、縦のカード外れてボール。ボール、投げた、打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番青木。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、見送ってストライク。追い込んで投げた、打ちました、引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。投球これから2球目、外角低めいっぱい、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、投げました、チェンジアップ、見逃し三振。櫻井ナイスピッチング。櫻井この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。4回の表が終わって2対0、櫻井一塁を踏ませます。8番
ジャイアンツリードで迎える4回です。バッターは炭谷。第9球まっすぐ見送ってストライク。第2球2球目ストライク。第3球を投げました。打ったショート正面一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に打ち取られました。4回の裏が終わりまして2対0、ジャイアンツこの回無得点です。5回の表2点を追いかけます。スワローズの攻撃。この回の先頭バッターは雄平。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。打った。サード右へのゴロ。一塁へ送る。アウトです。一塁はアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番村上。今日の第一打席はスイングアウト。打ちました。ショート正面アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番広岡。第一打席はスイングアウトの三振に倒れ打ちました。ボテボテのファーストゴロ。桜井取ってアウト。スリーアウトチェンジ。桜井この回も素晴らしいピッチングです。5回の表が終わって2対0、桜井一塁を踏ませません。スワローズ追う展開で迎える6回です。バッターは川端。次は4球目投げました。ボール。インコース低め投げました。見送ってストライク。投げた。内角低め空振り三振。ピンチヒッターはバレンティ。スワローズ続けざまに代打を起用してきます。投げた。アウトロー空振り。追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた。ストライク。空振り三振。2者連続三振。バッターはピッチャー原樹里。初球空振り。いきなり150キロ。投げた。インローギリギリいっぱい。ストライク。第3球を投げた。三振。さあリプレイです。桜井ここまで完璧なピッチングです。6回の表が終わって2対0、桜井一塁を踏ませません。8番ジャイアンツリードで迎える6回です。バッター炭谷。第9投げました。あっと左中間大きいぞ。伸びた。入った。入った。ホームラン。ソロホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ。初球を完璧に捉えました。3対0、ジャイアンツリードを3点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。左バッターボックスはトップバッターの太田。スワローズ反撃ののろしを上げ、内角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは2番青木。今日は三振とファーストライナー。投げました。チェンジアップはボール。第6球を投げました。流し打ち。どうだ。サードの左アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番山田。ここまで2打席連続三振。第5球投げました。見逃し三振。7回の表が終わって3対0、桜井ここまでまだヒットを許していません。8回の表3点を追いかけます。スワローズの攻撃。この回のトップバッターは雄平。今日はセカンドゴロと打った。ヒット。桜井これで完全試合は夢と散りました。第5球投げました。インコースファーストライナー。タッチはアウト。これでツーアウト。バッターは6番広岡。今日は三振とファーストゴロ。インコース引っ張った。ライナー破った。バッターランナー一塁原発蹴って二塁へ。広岡ツーベース。バッターは守備から途中出場の中村。第9投げた。内角低め。直球は外れてボール。カットボール空振り。第3球を投げた。打ちました。ファースト右への打球。岡本そのままベースに入ってスリーアウト。リプレイをご覧ください。結局二塁残塁です。8回の表が終わって3対0、ジャイアンツ3点リードは変わりません。
スワローズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターはバレンティン。投げた縦のカーブ、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあ5球目、ひざ元、空振り三振。2者連続三振になりました。打順は1番に帰って太田。スタンドからは大きな声援が上がっています。低め見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか。投げた、インコース詰まらせた。これは内野フライ、掴みました。試合終了です。櫻井見事な完封勝利、ジャイアンツ見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦。